ライブでニート東京は俺を呼べと、はい、あのおっしゃってくれた。はい、それってありがとうございます。今日は。ありがとうございます。何だったんですか。どんな思いから言ってくれたことだったんですか。もう単純に呼んでほしいなっていうのと、まあそのライブに来て僕のことを見てくれてる人が、まあヒップホップ好きな人、大体ニート東京見てると思うんですけど、あいつ出たんだっていうのが面白いかなと思って。で、毎回言ってました。すいません。ありがとうございます。今日は。ありがとうございました。はい。